はい、皆さんこんにちは。オマー・アブドゥル・ファタですね。名前がちょっとわかり、ちょっとにくいからオマーと呼んでください。オーマーですね。出身はカナダですけど、今沖縄に住んでいます。2年目ですね。今日はちょっとイスラムについて説明したいと思いますね。多分全部の宗教の中でイスラムは一番誤解されている宗教だと思うね。多分ほとんどの日本人は日本イスラム教と会ったことないだはずね。それでニュースで見るイスラム教と本当のイスラム教と何違いかな、わからないね。それでこのビデオを作ることにしました。じゃあ日本語が本当に苦手ですが頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今日の説明は5つことがありますね。1つ目は信仰ね。信仰はイスラムの信仰は何ですか、そういうことね。2つ目はやること、しないといけないこと。3つ目は罪と何だった、していけませんことね。4つ目は女の子のこと。これは大事、多分これはよく勘違いされてるところかもしれないね。そう、ラスト5つ目は寺とか、なんでイスラム教徒悪いことをやってるね、よくやってわからない、日本語が弱いけど、ね、それは予定ですね。はい、よろしくお願いいたします。一つ目は信仰ですね。まずはイスラムの意味はわかりますか。イスラムの意味、これは最近まで知らなかった本当にいいけど、イスラムの意味はなんだった書きました。幸福ですね。幸福、アラビア語でイスラムというね。それで幸福、神様に幸福してる人はイスラム教徒ですね。そういうことですね。多分なんだっけ、ファウンデーション、信仰は多分理解することは簡単だと思いますね。分かりやすいね。神様は一つだけであると、預言者は、神様の預言者はモハンマド様です。サラララアレヒワサラ、モハンマドですね。そして3つ目ポイントは、コランは神様の言葉ですね。それはイスラム教の信仰ですね。はい、神フォーカスしてる。はい神様はアッラーですね。アッラーですね。でもアッラーは神様の名前じゃなくて、アッラーの意味は多分日本語で唯一の神みたいね。でも日本語で唯一の神は一つ単語でないかもしれないね。でもアラビア語であります。アラビア語であります。そしてバイブルね、キリスト教の神聖の本をアラビア語で読んだらアッラーを書かれていますね。それですね。そして2番目ポイントは、モハンマドサラララアレイヨサラム、モハンマドは神様の預言者ですね。でもイスラム教は全員の預言者たちに信じないといけないね。アダムからイエス、モーゼス、エイブラハム、アダム、ジョン、全員の預言者たちに信じないといけないね。でもモハンマドは神様の最後の預言者ですね。多分よく間違いされてるところは、多分たくさんの人はイスラム教を、多分イスラムの人たちが多分別の神を崇拝してると思ってるけど、そういうことじゃなくて、アッラーは、僕たちの信仰はアッラーはアダムの神様、イエスの神様、ジョンの神様、ユーセフの神様、全員の預言者たちの神様ね、唯一の神様ですね。それで別の神様じゃなくて唯一の神様です、ね、それはアッラーの意味ですね。多分イスラムと別の宗教と分かれるところは、僕たちの信仰は神様と作ったものね、例えば人間とか動物とかは全然違うと信じますね。それで神様は性別はない、女の子ではない、男の子ではない、子供はない、これはコランで書かれてるものはラムヤリドワラムユラド、意味は神様は生まれないと生まない、当たってるかな、生まれないと生まないね。
それで僕たちの信仰はあのイエスね、イエスは神様の子じゃなくて、モハンマドは神様の子じゃなくて、彼らは預言者だけですね。それですね。他には何ですか。ちょっとノートをね書いてました。全部ひらがなでね、漢字が難しいから。そう、次は何。そう、最終的に言うでは、最終的には神様はアッラーですね。子供はない、あの性別はないね、性別はない、パートナーとかはない、助けてくれる人はない。神様は一つだけである。そしてモハンマドは神様のよう、神様の預言者で、神様の預言者ですね。それはイスラムの信仰です。はい、オッケー。次はあのすることね、しないといけないこと、あのイスラム教宗教の中に5つことがあります。これは英語で5 pillars of Islam、 アラビア語で分からない、忘れたかな、久しぶり喋ってないから。でもね、5つことがあります。信仰、お祈り、断食、税金とハッジ、なんだっけ、霊術かな。あとで、はい、これから説明します。一つ目ね、一番大切なやることは信仰ですね。あの本当に心からは、心から神様に信じないといけないね。でもそれだけじゃなくて、それだけ十分じゃなくて、あの唯一の神様に信じないといけないね。アッラーは唯一の神様であると証言しないといけないということ。またモハンマドは、モハンマドサラララアレイヒサラムは、あの神様の預言者であると証言しないといけないね。これはアラビア語でアッシャハーダ、アッシャハーダ、アラビア語で言うことは、アッシャドアンラーイラーハイラーラーワアッシャドアンナモハンマダルラスールラー、それはアッシャハダ。それでイスラム教に入ることができる、イスラム教徒になることができます。はい、二つ目はお祈りですね。あの全員のイスラム教徒たち、イスラムの人たちはお祈り、一日に5回お祈りしないといけないね。例えば王子たち、おばたち、若者、病気の人もお祈りしないといけないね。あの例えば立ち上がれなければ座ってお祈りしますね。そういうことができなければ、なんだっけ、横たいてお祈りしますね。それであの理由は多分たくさんある。でもそれ理由の説明する前に、ちょっと僕たちのイスラム教だから理由本当にわからなくていいね。僕たちの信仰は、あのコーランは全部の、コーランに書かれてることは全部神様からだから、理由はやらなくていい。見たらすぐするね。喋らなくて、考えなくて、する。あの自分のベネフィットのために、僕たちのために、なんだっけ、いいことだけですね、お祈りとか。でも多分いっぱいたくさん見てる人は多分イスラム教じゃない人ね。それで多分説明した方がいいかもしれないね。あの理由、例えば理由は全部の理由は僕たちのためにね、神様のためにじゃなくて、あの僕の信仰は神様が人間たちとか動物たち、全然作ったものは全然いりません。でも僕たちは神様を絶対いるね、絶対いるね。それでお祈りは神様と近く、神様にち、なんだっけ、近くなるようにみたい、近くなるようにお祈りします。神様を忘れないようにお祈りしますね。そういうことがあります。ああそういうことがあります。日本語おかしいかな。何、お祈りするとあのメッカに、サウディアラビアのメッカに向かいますね。僕は多分最近に、前回はあのお祈りについてビデオ作りましたね。あの僕の YouTube チャンネル、多分もっとし、ハリセのもっと知ったかったら こっちにクリックして、こっちにクリックしてかな。 OKOK、 こっちかな。 OKOK、 OK、 続けて3つ目は断食ですね。断食、 OK。 これはあの1年に1ヶ月を断食しないといけないね、イスラム教ね。あの月の名前はラマダンというね、ラマダンですね。あのラマダンは毎年ね、毎年は同じ季節じゃなくて、あの毎年変わります。それで僕はちっちゃい時に
子供の時にラマダンは冬にでした。冬にやった。でも去年はいつだったかな、5月ぐらいだった。イスラム歴は多分グレゴリアン歴よりは10日ぐらい早いね。350日にあります。あでもね、ルールね、断食のルール、ルールはラマダンの間には日の出から日没まで何も食べないと飲めないね。でも食べ物と飲み物だけじゃなくて、いろんなことを多分何だった、神様に、自分のことを本当に神様にあげないといけないね。例えば多分イスラムの中に多分お酒飲んでる人もいるし、お祈りしない人もいるし、でも断食の間に、ラマダンの間にみんな多分普通より頑張ってるね、頑張ってるね。それでアルコールの飲むことをやめる。なんだっけ、お祈りは始まる。そういうことがありますね。でも全員のことね、例えば女の人を見ることとか、お酒を飲むこととか、そういろんなことをラマダンの時にみんな頑張らないといけないね。それは断食ですね。三つ目ことですね。三つ目こと、断食です。OK。続けましょう。次は四つ目ですね。四つ目は税金です。税金。税金はアラビア語でザカット、ザケットというね。全員のできる人ね、お金持ってる人は、お金持ってない人に、困ってる人に、お金か食べ物か何かあげないといけないね。それは税金ですね。税金の量は、その前はちょっと、なんだっけ、ちょっと、なんだろう、日本語で、ちょっと待ってね。はい。ズイコトね。ザカートは、ズイコトじゃなくて、みんな、お金持ってる人をみんな出さないといけないね。量は、ザカートの量は、自分が持ってるお金の 2.5% ですね。例えば、1万円持ってれば、それは1万円の 2.5% は250円を出さないといけないね。そういうことですね。それは税金ですね。ザカット、ザカットというアラビア語で。はい。次、ラストね。ラストは、ラストのやることね。ラストは、巡礼です。ハッジ、ハッジという巡礼ですね。サウディアラビアのメッカでします。皆さんは、なんだっけ、人生の中に一度をしないといけないね。僕はまだやったことない。それで本当にハジの仕方をわからない。あんまりよくわからない。でも今の、なんだっけ、この頃ね、多分昔よりはこの頃めっちゃ高くなってしまった。この頃は行きたかったら、100万円ぐらいですね。100万円ぐらい。僕は、インシャッラーね、神様の意思で、アッラーの意思で、今年の9月にハッジをしたいと思いますね。インシャッラー、インシャッラー。はい。これは、そう、巡礼ですね。もっと分かりたかったら、すみません。調べてください。あんまりよくわからないから、すみません。はい。じゃあ、続けよう。あ、そっかね。このビデオを知りながら、ちょっと、これ、お祈りの呼ぶことは、携帯の中にアップは載せてるから、それ、お祈りの時間はこのアップで分かります。はい、聞こえる。それは、アダーンという、アラビア語で、アダーンという。多分、イスラムの国に行ったら、全部のモスクから、この声を、なんだっけ、出てくる。いや、その声を出てくる。本当に、素晴らしい。とっても、なんだっけ、リラックスさせる、なんだっけ、音と思いますね。さあ、それだけね。続けよう。OK! 罪は、多分、他の宗教と同じぐらいだと思いますね。でも、そう、同じぐらい。例えば、なんだっけ、盗むこと、熱割ること、lying とか、stealing とか、熱割ること、なんだっけ、結婚する前、セックスすること、そして、殺すこともダメですね。絶対ダメですね。多分、たくさんの人たちは、イスラム教が別の宗教の人を殺すことができると思っているね。でもそういうことは全然違いますね。イスラム宗教の中に、ちっちゃいアリも、ね、ちっちゃいアリも、理由なしで殺していけません。絶対いけません。これはコランで書かれています。
はい、聞いてください。من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. それで、殺すことはダメですね。OK、他の罪ね、別の宗教と違う罪は、そう、違う罪は、ハラルじゃない食べ物ね、食べ物と飲み物を食べること、飲むことは罪ですね、ダメですね。ハラルの意味は、何だった？料理だった。ちょっと待って、すみません。そう、供養ですね。ハラルは供養ね。供養じゃないものね、ハラルじゃないものを食べることはダメですね。なんだと、供養されてる肉とか、肉の種類によって、と、切り方によるね。切り方による。そう、豚肉は絶対ダメですね。食べられない、豚肉ね。でも牛肉と鶏肉は食べれるね。ハラルだったら食べれるね。切り方によって、切り方は多分カットは1回喉でします。はい、それはハラルの方法ね。一番倫理的な方法ですね、これね。動物はすぐ死ぬ、だから痛くないからね。多分今特に日本で、作った肉は多分ほとんどの肉は、なんだっけ、この方法で、バングの方法で殺されるね。ね、それでちょっと動物のためにちょっとかわいそうから、肉ね、食べる肉はハラルしない、ハラルなって、ハラルあってはならないね。It has to be ハラルね。そういうことですね。他には何か、そう、それだけだと思うんですね。ハラル。ですね。でも本当にバイブルを読んだら、多分ニューテストメントかな、ブッド肉も食べていけませんね。それはオールテストメントに、そう、ユダヤ教もブッド肉食べられないね。別の宗教と同じだと思いますね。全部は僕たちの信仰はバイブルとか、オリジナル、元々のバイブルとトーラとか、そう、別の神聖な本も全部はアッラーからね。全部はアッラーからね。それでルールは同じぐらいですね。はい、それだけですね。続けましょう。次ですね、女の人についてね。これは多分一番誤解されてるところですね、宗教の中に。多分たくさんの人はイスラムの女の子を多分よく集られてる人だと思ってるの。よく集られてる人たちがと思ってるけど、例えばなんで、例えば顔と髪を見せていけませんかということね。これはよく聞いてもらうね。そしてなんで男の子を奥さんと4名と結婚することができるね。それはよく聞いてもらいます。でも実は本当にイスラムの女の子を何だった、崩壊される、公開だった、とっても、なんだっけ、フリー、暇人みたいね。本当に暇人みたいね。じゃあ説明しますね。Okay、一番大事なポイントね、なんだっけ、宗教には強制があってはならないね。それはコーランで書かれていますね。例えば本当にイスラム教の女の子は、例えば結婚にチョイスすることができるね。働くことができるね。自分のお金とかビールとか、なんだっけ、物とか持つことができるね。そして結婚に、宗教には離婚することもできるね。多分別の宗教は そのことはできないだはずね。でもイスラム宗教には全部このことはできるね。面白いポイント、interestingly ね、面白いポイントは、モハンマドの一番最初の奥さんね、一番最初の奥さん、サラララハレイホサルムは、彼の、サラララハレイホサルムのボスだったね、の、なんだっけ、部長だった。ね。モハンマドは、彼女のために働いた。
働いた。そう、それはね、でもほとんどの人それもイスラム教も多分ほとんどの人多分たくさんの人はそれを知らないかもしれないね。はい、次ですね。次はなんで男の子は女の子と4名と結婚することができるかということですね。これはちょっと答えたいと思いますね。あの日本語でポリギミ、ポリギミ、日本語でポリギミはなんだっけ、スッパタサイ、なんだった、なんだっけ、一夫多妻ね。一夫多妻は英語でポリギミ、一夫多妻は全然おかしくないだと思いますね。本当に日本でも最近までよくあったよ。あのなんだっけ、大正井戸までよくありました。あのエンプレスとかエンパラーもあのなんだっけ、家族の中によくありました。例えばエンパラーは奥さんは多分何名もたくさんの奥さん行った。そして奥さんもたくさん彼氏とかあのホズベンとか行ったもん。そう、でもそれとイスラムの違うところは、あのイスラムの中に何だっけ、限界があるね、リミットがあるね。4名までだけ多分結婚することができる、4名と結婚することができる理由ですね。理由は本当にいろいろありますね。モハンマドサラララハライさんのね、あのたくさんモハンマドのたくさんの奥さんたちは、例えば未亡人と何だっけ、離婚した人も何だっけ、そう、そのタイプの人と結婚しましたね。多分この頃とあのモハンマドの時もこのタイプの人たちはちょっとスティグマがある。スティグマは日本語でなんだわからないけど、なんだっけ、誰もこのタイプの人と誰も結婚したくないということがあるかもしれないね。日本だけじゃなくて、あのどこでもね、どこでも同じかもしれないね。でもその人たちになんだっけ、助けてあげるようにまだなんだっけ、結婚することができるね、結婚することができますね。でもね、続けてあの例えば僕が結婚もう結婚したら、また他の女の人と結婚したいなら、また最初からルールに何だっけ、従わないといけないね。そしてあの理由ね、結婚の理由は何だっけ、欲望であってはならない。It can be lust とかね。あの、本当の気持ちがあらない、ないといけないね。You have to have a, like a pure 気持ちね。綺麗な気持ちね。綺麗な気持ちをあってはならないね。あってはならない。じゃあまた、そしてまた、あの、結婚の間にね、あの、自分の時間とか、アテンションとか、恋とか、ラブとか、本当に、なんだっけ、公正に分かれないといけないね。あの公正にしないといけないね。あの You have to be fair とか、あの二人と結婚してる人は会ったことない。特にこの頃は多分そう、あんまりしないけど、理由とか本当にちゃんと分かったら全然おかしくなくなると思いますね。広い頭で広い心で本当に知りたかったら全然同じことと思うかもしれないね。ねえ、それだけね、女の人のことね。何か質問があれば、他にあれば、何かあればぜひコメントセクションに入れてくださいね。じゃあ続けようね、ラスト。そう、ビスミラハルラハマンラハイム。このパートは本当にあのスクリプトなしですることにしました。あの本当に何だっけ、何も書いてないこの文この文ね。なんでイスラムの人たちが世界で何だっけ悪いことをやってるかということですね。本当に僕は全然わからない、本当にわからない。ちょっと何だっけ、怪しい、annoying、本当にちょっと annoying みたいな感じ、本当に。
ね、僕のなんだっけ勉強で、僕の勉強でコランの勉強でなんだっけ、あの人たちの活動のなんだっけ理由とか全然コランの中に全然見つけられない、本当に見つけられない。あのコーナーバースは、あ、なんだっけ、コーナーバースじゃなくて、あのコランの中に多分誰かなんだっけ、僕にアタックしたら、喧嘩したらまたあの喧嘩することができるね、その状況だけでも、あの人たちが辞めたら僕は辞めないといけないね、それだけがコランで書かれてるね。でも何もやってない人ね、何もやってない子供たちとかおばたちとか王子たちとか誰も何もやってない人に絶対なんだっけ喧嘩していけません、絶対ね。そう、This is what I mean ね。その意味、本当にちょっとフラストレーティングみたいね。僕にとって本当にイスラムはとっても綺麗な宗教だと思います。本当にとっても綺麗な宗教。なんだっけ、教えることね、なんだっけ、習ったことね、コーランから習ったこと、本当に、例えば、いっぱいいいことがあるね。例えば、両親に優しくしないといけないことね。ザカとか税金とか、お金持ってない人にお金あげないといけないことね。そういうことをコーランに入ってるね。悪いことは入ってない。でも、多分全部のグループの中に、日本人も日本の中にも、多分悪い人、いい人と悪い人も、なんだっけ、もういるね。でも僕にとって本当に悪い日本人会ったことないね。でももちろんいるかもしれないね。でもそれだけね、今はね、この頃はイスラムは世界の2番目の、なんだっけ、2番目の多い宗教、人が多い宗教ね。でも一番早く増えてる、なんだっけ、増えてる宗教ですね。一番早く増えてる宗教で。本当に悪い宗教だったら、なんで一番早く増えてるかな。ね。それはみんなを考えないといけないね。そう、それだけ本当に他に何言いたいことはないかもしれない。でもこれは宗教についてだけじゃなくて何でもね、多分知らないことをみんな知らないことを何だっけ恐れしているかもしれないね。恐れしてるね。People fear what they don't know ということですね。でも自分で本当にみんな自分で the truth とかなんだっけ見つけないといけないね。それだけ多分言いたいかもしれないね。本当にね、これでイスラムについて説明終わりたいと思いますね。本当に今までなんだっけ聞いてもらったら本当にありがとうございました。本当に感謝しますね。日本語が苦手ですが、もっとよくなりたい、本当に。ね、何か知らなかったら、何かわからなかったら、ね、僕は日本語が苦手ですが、ぜひコメントセクションに入れてね、ひらがなでよろしくお願いします。そう、それだけかもしれない。本当に、また今度ですね。そう。興味があれば、またいっぱいビデオを作って差し上げますね。ね、これだっけね。はい、本当にありがとうございました。感謝しますね。Thank you.